西鉄3000系電車は、西日本鉄道天神大牟田専用の電車。2007年鉄道優の回ローレル賞受賞者。当初は老朽化した600型と700型を、後に2000系及び8000型を置き換えるべく、2005年から製造された。導入にあたっては、車両は、鉄道事業の商品であるという考えのもと、以下の3つのコンセプトのもと、車両の使用を決定した。 技術的には、車体組み立てへのレーザー溶接を日本のオールステンレス量産車両として初めて取り入れたことが最大の特徴としている。これにより低コストながら高品位な車体が実現できるとしている。以上のようなコンセプトや先進技術の初採用が評価され、2007年のローレル賞を受賞した。2017年には3両に編成が柳川観光列車。 ツイートとして改造され、7月22日より運行を開始した。市場開会時における西鉄3000系車体は、軽量化により、消費電力を低減するため、西鉄車両として初めてステンレス製車体を採用した。側面は2000型や5000型に順次、両開き式の扉を片側3箇所に配置しているが、 車体幅は従来車よりの 2670mm よりも 54mm、拡大した 2724mm とし、客室スペースの拡大を図っている。前頭部は普通構成で、傾斜をつけ、丸みのある形状としている。前面は貫通型で、前面窓は両側とも下部を斜めに切ったパノラミックウィンドウとなっている。従来車の前面方向膜は、行き先と、 列車種別を同時に表示するものであったが、本形式では列車前方から見て左側の窓上に列車種別表示器を右側窓上に行き先表示器を開けて装備した。全商灯及び微灯は従来車と同様に全面相下に設置しているが、全商灯は従来のシールドビームから高輝度 HID ランプに変更された。車体塗装は無塗装ステンレス地とし、 車体側面倉庫に、西鉄のコーポレートカラーでもある、ブルーイエローレッドの3色の帯を入れ、側面上部にもブルーの帯を入れている。また、貫通扉や、前面排晶機はブルーとなっている。パンタグラフは、従来の下枠交差式から、振動に対し、追従性に優れるシングルアーム式とし、2両編成は、大ーム手先頭車に、3両編成は、中間車に2機ずつ設置している。 冷房装置は従来の集約分散式から集中式に変更されたが、冷房能力は1台あたり 46.5kW とし、1両あたりの能力は従来通りである。なお、高気度 HID 全焼等、シングルアーム式パンタグラフ、集中式冷房装置についても、西鉄発の採用となった。なお、ワンマン列車にも対応しているが、 天城線で運用されることはない。台車は6 0 5 0系6 1 5 7回以来、採用されている川崎重工業製の軸量式、軸箱指示、ボルスタレス台車キロワットマイナス -161B、キロワットマイナス -162B を採用している。主電動機は、出力175キロワットの全兵、外線系台車相加式加護形参照。 誘導電動機 C-412 で、二両編成の制御電動車も3100の連結面側台車は7000系7050型と同様に、主電動機は1個のみの搭載とされたため、二両編成は 1C3M となっている。三両編成の大牟田側制御車93000は将来の主電動機増設に対応するよう、 制御者でありながら台車は動力台車が装着された。制御装置は東芝製純電気ブレーキ付きイベット素子による VVVF インバータで2両固定編成用と3両固定編成用の2タイプが存在する。2両固定編成は VVVF ユニット1群と静止系インバータユニット1セット3両固定編成は VVVF ユニット2群と SIV ユニットを1セットとし一体箱に収めて偽装の小スペース化を図っている。制御方式は主電動機を高速かつ高精度に制御可能なベクトル制御を採用し高粘着制御を可能とした。さらに3両編成にはトリプルモードを搭載し通常走行時の 1C2MVVF 制御の他に 1>, 1 c 4 m v v v f 制御や CVC 回制御の3つのモードを制御ユニットに持たせることによってインバータ一軍故障時または SIV 故障時においても切り替え健全なインバータユニットを活用し起動加速度時速 2.5kmS を維持しつつ営業運転が可能になっている運転台にはカラー液晶ディスプレイを設置しており 主幹制御機は無接点式のワンハンドル型を採用した。座席は上高扉間が転換式、クロスシートで8000型や2000型とは異なり上高扉よりの座席も転換式となっている。なお、上高扉と座席の間には仕切り板が取り付けられており、車端の連結部には4人掛けのロングシートを設置している。また、 室内の騒音低減を図るため、車両間に爪引き戸が設置されている。上空扉の室内側は、ステンレス無塗装仕上げである。車内には、液晶ディスプレイが設置されており、主に列車の行き先、停車駅案内、西鉄の CM を流している。7000.7050型と同様に、LED 式の車内案内表示器もドア上部に、千鳥配置で設置されている。 液晶ディスプレイは3001回で、試行的に装備され、3002回、3103回、3104回は、LED 式案内表示器のみ装備されていたが、3105回以降では、液晶ディスプレイが落成時から設置された代わりに、ドア上部の LED 式案内表示器は省略された。液晶ディスプレイ未設置編成についても、2008年2月に3103回、 同年3月には3002階と3104階にそれぞれ設置された。7000.7050系、600系、313型と同様に発車予告用の電子ベルも装備されている。以下の各形式がある。編成ごとに車両番号の末尾2桁の数字は統一されている。編成は以下のようになっている。 当初は2005年度から2007年度までに3両、編成3本、2両編成4本の、計17両を製造することが発表されたが、2007年2月27日に発表された第11次中期経営計画の中において、本形式32両の追加投入が盛り込まれた。2006年3月に3両編成、2両編成各2本、2007年8月に3両、 編成、二両編成各一本、二千八年三月に三両、編成、二両編成各一本、二千九年三月に五両、編成二本、二千十年三月に五両編成二本と二両、編成一本が落成し、二千五年度から二千九年度まで二十三編成四十二両が収益した。二千十五年からは8 0型との置き換えを目的に導入が進められ、 2015年に2両編成1本3両編成2本が投入され2016年に2両編成2本3両編成2本が投入されたこれにより3両編成8本2両編成8本5両編成4本の20編成60両となった2006年3月25日から営業運転を開始した営業運転開始当初は3両編成2本を 連結した6両編成を主に急行に使用し、2両編成2本を連結した4両編成を主に普通に使用していた。その後、同年6月3日からは3両編成と2両編成を連結した5両編成で主に急行に使用されるようになった。2008年より2000型を代替し、 2010年3月までの増尾で5両編成での最大8本使用が可能となり、日中のすべての急行に3000型が使用されることが多くなった。2012年夏には電力需給逼迫により節電要請が出されたため、平日ピルマの列車が減車され、通常では行われない5両編成での特急運用や3両編成単独での運用も行われた。 製造が再開された後の2015年4月より8000系の廃車が始まったため8000系の代替として6両編成で特急に使用されるようになった。それ以前にも正月、ゴールデンウィークなどの多客期に7両編成として特急運用に入った例や戦術の節電運行時の5両編成特急運用などはあったが、これ以降、 通常時にも特急に使用されるようになった。また、2017年7月22日より、3両、編成2本が、スイートとなり、特急に使用されている。5両編成はこれ以降も、日中の急行に使用されているが、日中の急行は3000型だけではまかななくなった。ため9000型や5000型も運用されるようになっている。なお、従来の特急、急行用車両と、 同様、ラッシュ時には普通列車にも使用される。二代目、水イ老朽化した、初代、水イを代替するため3017回プラス 3018F を改造した編成。初代同様、柳川の式を踏襲し、内装は、外装と同じ伝統色で、統一感を持たせている。二号車の車端部にディスプレイキャビネットを設置し、新たに、 立花家資料館から寄贈された柳川藩主、立花家伝来の文化財レプリカが展示される。また、新たに同日から一部駅でサービスを開始した、西鉄トレーンフリー Wi-Fi に対応し、西鉄電車の車内では、初の Wi-Fi 接続サービスが提供されている。同サービスは、NTTBP の法日外国人向けフリー Wi-Fi アプリ、Japan Connected w i f i に対応しており、 路線バスの一部及びは、片号で運用している、西鉄バスフリー Wi-Fi 及び、福岡市が展開している、福岡シティ Wi-Fi と認証連携する。改造費用は3300万円。2017年7月22日に、福岡駅で8000系、スイートと並べての引き継ぎ式が開催され、同日福岡11時発大無待機特急より、営業運転を開始した。二代目、 旅人8000型で最後まで残った初代旅人の代替を目的として3 0 1 0編成を改造した車両。2017年9月16日に運行開始。スイートと同様に西鉄トレーンフリーワイファイサービスが利用できる。外装は8000系旅人とは異なり太財布の名所、四季を絵巻風にデザイン。それに伴い、 各車両のテーマも5つに再編され、3号車には新たに願い事の紙と祈願箱が設置される。改造費用は3300万円。2017年9月16日に西鉄福岡駅で八千0系初代旅人との引き継ぎ式が行われ、10時48分発、太宰府行き急行より運用が開始された。ありがとうございます。